大谷の配ったグローブ1個2万らしいぞ。12億安俺もあげようかな。一人12億あげようかな、俺。一人頭。でも発送手数料とか考えたらとんでもないな。俺じゃビヨンド配る ?2 万の小学校に一人、あのー、1個10本ずつ、 六万円のビヨンド配ろうかな。いくら六十万かける二万。千二百億まあ、払えなくはねえな。スカイツリー二個建てるってことでしょ <laughs> ひろゆきがグローブ三つあってどうすんのって言ってんじゃん <laughs>。気持ちやんハト,ハトだから人間の気持ちを忘れたのか嬉しいじゃんそんなの 日本人として誇らしいじゃん一個は左利き用なんだ。へぇー。<laughs> お前も個人にパソコン一個ずつ送ってんだろ。<laughs> 確かに。<laughs> お前人数分送ってやれよ、じゃあ。そんなこと言うなら。なんでじゃあ自分は一台でいい、いいことしました、みたいな。人数分送ってやれよ。実際ツイッターにひろゆきと同じこと言ってるやつ多かった。 へえ、なんで3つなんだよって。9個あげろよって。まあでも99%の人間はすごいな。大谷翔平かっこいいなって思ってるから大谷翔平は胸を張って生きてほしいな。そのパンパンに発達した大胸筋。何がかっこいいってさ、そういうさ、バカどもを全く意に返さないのがいいよね。大谷翔平。<laughs> 無視してグローブを送り続けると。そうですよね。 じゃあ僕の給料から、このタバコを一箱あげましょう。タバコ、それさ、バカに、バカにだけタバコを送るサブスク作ってくんねえかな。で、そいつどん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 ,、うん、配管かなんかでくたばってくるじゃん、どんどん。タバコ吸わして。バカなんだから。ほんで、いいやつだけ残っていくと。もう視界に入ってないのがかっこいいわ。俺やっぱさ、他人事ながらさ、てめえ大谷翔平の偉業にケチつけやがってってイライラすんのに。<laughs> 翔平は別に意に返さないのがいいわ。いいですよ。 そういう意見もありますよね。そんなことより僕は今ベンチプレスを上げなきゃいけないんで。ベンチプレス上げてんだろうな。今アメリカは、何時だプラス、マイナス16だから、深夜の1時。まだベンチプレス上げてるだろうな。俺たちがこんなタバコの話とかしてる間に。いや、ね、寝、寝てるんだ。昌平は10時間寝るからね。超かっけえ、マジで。バカが文句言ってる間、寝てるのが。<laughs> 寝て、 なんだっけあのさ、筋肉の超回復。筋肉の超回復に努めてるのがかっこいいよ誇らしいよ鳩がクルっククルっク言ってる間に。事前活動ってやっぱ気持ちいいのしたことねえからわかんねえ。気持ちいいっていうか、ほんと善意なんじゃないなんかよく分かってねえやつが税金対策だとか言うけど税金対策なんかならねえんだよ。もっと有効な税金対策ってあるんだよ。多分気持ちなんじゃないかな。大谷翔平はほんとに思ってんじゃない野球がもっともっと、 自分を育ててく、育ててくれた野球界に恩返ししたい。しかも日本の子供たちに送ってんだからさ。かっこいいじゃんね。僕になれよっていう、俺は意志を感じるね。俺が切り開いたこの二刀流という道、君たちも続きなさいという、歴史の教科書に載るような出来事だと思うけどね、俺。こんな義業残しといて野球しようぜよ、さ <laughs>。何二万校にグローブ四個、え三つ配って野球しようぜって言ったの 抱かれるじゃん、もう俺これ。かっこよすぎないそんな人間がいたの野球しようぜ野球しよう図じゃなくて俺だったらでも、ずって書くけどね。でも2ちゃんも俺はやっぱ応援してるから。そこがまだ大谷に足りないとこだろうな。ホームラン王しか取れない、それじゃ。最多種は取れない。ぜじゃ。お前ら野球しようず。栗山は、翔平はさすがだねーって出てるさ。もうそれ、 いいじゃんね。<laughs> いやさすがだな、かっこいいな。こんな大人になりたいな。絶対思ってるよな、小学生も。すげえ、大谷翔平って、全国にグローブ3つ配れる。その器にちょっと驚愕しない末恐ろしいな、人間性も。もうただただかっこいい。もうフィジカルは、もう絶対も慣れないの分かったけど、精神だけでも大谷翔平になりたい。そういう人間になりたい。精神だったら慣れるからな、俺たちも。 頑張れば。ああいう人間、心、心が、は、やっぱ俺大谷翔平になりたい。無理憧れるのやめませんでもやっぱ大谷の一番すげえところってやっぱ宿してる精神だよな。あれはすごいわ。俺がメインエース行ってる間ベンチプレス上げてんだろうな。でも同じ体勢だろうね。やっぱ足ピンしてさ、血の穴にグッと力入れてるから。 大谷がベンチプレス上げる体勢で俺、面接いってるから、こんなにも違うんだね。体制、取ってる体勢は一緒なのにさ、肛門に力入れて、ちょっとでも行ってやろうとしてるのに、大谷も同じ体勢でベンチプレス上げてるじゃん。腰浮かすじゃん、ここでグッて。今度からそういう気持ちで俺も面接いこう。ちょっとでも自分のプラスになるように。大谷がベンチ上げてるタイミングで俺も面接いくわ。大体何時大谷がベンチプレス上げてる時間。 西海岸だから、じ、実は14時間。今深夜の3時でしょ。大体さ、おそらく12時に上げてるから、9時間後。26時、深夜の2時。結構きついね。もう、おば、おばちゃんしか残ってないね。俺もその時間毎日面水ってお、大谷翔平と同じ体制で、あれしようかな。大谷は9時に寝てる <laughs>。俺9時に起きてる。 <laughs> オフの一日、八時起床、朝食十時から。あ、八時起床して朝食、朝食、十時から筋トレ練習、六時間、もう、もう無理。もう無理。<laughs> もう無理。昼食食べてあ、ゆっくりする時間あって、十時間睡眠か。一日六時間ぐらい。まあオーバー、ちゃ、ちゃんと質の高いトレーニングしてんだろうな。じゃ六時間免水行くってこと <laughs> てか、オフじゃねえじゃん。 ハードワークでチンポがぶっ壊れちまうよ。俺。うん。海面隊が切れてトミー・ジョンしなきゃいけないか,なるかもしれないけど大丈夫海面隊のトミー・ジョンってできる俺のその覚悟でやるよ。今を一生懸命生きれない奴は未来一生懸命生きれないから俺いいよ。チンポ切れてもいい覚悟でやるわ。監督が休ませても勝手に練習をするから休ませる意味がないって言ってた。 大谷は肘の手術でバットも触れないし、球もれ投げれないから最新の機械で視力を鍛える。努力の男だね。<laughs> 来年も頑張ってくれ。俺は本当に死ぬまで応援するよ。松井秀喜の32本、31号を超える32本を打ったあの日から、俺の気持ちは翔平に首ったけだ。 お前人体大谷にガチであげれるよ。俺が一生車椅子になってもいいという覚悟で、一番太い膝の人体あげる。本当に。昌平の一部となれるんだったら俺一生車椅子でいいよ。で、テレビで中継見るたびに、あ、俺の人体が大谷翔平と同化して投げてる。でもさ、二回目のトミー・ジョンってさ、リスク高いって言ってたじゃん。もう穴開ける場所がないから、肘に。どういう手術になったの かちょっと特殊なやり方するって言ってたよね。その穴再利用できねえのかな傷ついた部分をぐるぐる巻きにして、ああ。で、やっぱそういうリスクを平気でやるし、別にバッター1000年でもいいじゃん、正直。でもやっぱやるし、それを乗り越えてくるだろうなって、聴衆に思わせるのがあいつのすごいところじゃない。どうせ大谷だったら復活するだろうなっていう。 そういう意気の人だよね。でも俺苦しいよ。大谷翔平がさ、見たくないもう置いていく姿をまあそれもまた絵になるんだけど。見たくないな坂本が30になった時と同じ気持ちだならなんか。ダルビッシュもそうだけど。死ぬまでグル、あの、ユニフォーム着ててほしい。引退しないでほしい。 いやダルビッシュも別に肘怪我しましたみたいな。もう投げれなかったらどうしますってなった時は別にそれは契約を,を解除してもらって、あの、引退しますって言ってたけど、嫌だ。左手で投げてほしい。ダルビッシュ左手でも130キロ投げれるんだから。断ります。俺が。嫌です。ユニォーム着ててください。かっこいいん、ね、で。ダダコネール。普通 DM 飛ばす。やめてくださいって言って。やめるのやめませんかっていう 小笠原慎之介が FA した時に巨人に来てくださいっていうのと、ダルビッシュが引退しますって言った時に、嫌ですっていう。本当にやめるのはやめてください。松井秀樹、今日私はとうとうホームランを打てなくなったという記念すべき日なので、私も忘れないと思います。とうとう松井さんもホームランを打てなくなったんだなと自信を持ってください。これから皆さんの時代、超かっけえマジで。俺もなんかそういうの、俺、なんか俺が言ったことにしないなんかうまいこと。 なんかこの前小学校かなんかで野球やったんだっけ松井48か ?49 かとうとう打てなくなったかまあ練習してないだろうけどね。だろうしね。練習したら打てんじゃね。でもういいでしょ、松井も一郎も。大谷の次のスターは佐々木朗希。サイ・ヤング取ると思う俺。だヤクルトファンが村上叩いてるから、もうシャアなしで巨人が受け取るよ。